はい、それでは記者会見を始めます。まずはじめに能登半島における豪雨大災害について心から哀悼の意を表し、亡くなられた方に心からお見舞いを申し上げます。社民党は石川県連、社民党石川県連とも連携しながら国に対して支援を強化しているところです。まあ、でも能登半島には私も何度も何度も行って、簡易トイレやその時不足しているものを寄付するというようなこともずっと支援するというようなこともやってきました。また実は仮設住宅にも行ったりしてたんですが、今回輪島も仮設住宅のところが浸水するなど凄まじい被害が起きていて、本当に地震で地盤が緩んだところにまた大洪雨大災害となっていることに本当に心が痛いです。でもだからこそ今度臨時国会では予算会開いて補正予算きっちりつけてこの災害支援をしっかりやるべきだというふうに考えています。でなければ能登の復興というのは本当に難しくなりますし、仮設住宅に行った人が床上浸水で物が本当に使えなくなってしまったっていう状況は本当に何とかしなければならないというふうに思っています。ですから、予算委員会で国会が開かれれば予算委員会でこうきちっと開き補正予算をしっかり組んで能登半島の応援をしっかりやるべきだということを申し上げます。社民党は恒久的な災害対策本部を先日この能登半島の豪雨大災害前に立ち上げましたけれども、この中でしっかり能登半島豪雨大災害についての対応も議論していきたいというふうに考えています。次に立憲の新代表が野田佳彦さんに決まり、新しい執行部が誕生をしました。社民党は共同会派を組んでおります。そして今後どのような政策が取られていくのか、しっかり話し合って注視をしていきたいと考えています。とりわけ安保政策、憲法政策、原発政策、消費税どうするかなど懸念を持っている面もあります。ですから今後しっかり働きかけ、しっかり話をして、そしてやっていきたいと考えています。社民党が一番思っていることは、今の一部の人たちだけの自民党政治を変えたいということです。自民党政治の戦争へ突き進む道、そして生活破壊の道、これを何としても変えたい。裏金問題含め統一教会問題含めメスを入れて自民党政治を変えて国民のための政治を作りたいと考えています。ですから自民党自公ではなく、まさにやはりこれは野党が力を合わせて選挙協力もできるところは行って、そしてまさに政治を変えることに社民党はかけていきたいと考えています。で社民党自身も憲法を改悪させない生活が大事という貴重な、本当に大事なぶれない立場です。社民党の議席を増やすべく衆議院選挙で本当に頑張っていきたいと考えています。で26日明日の14時に袴田秀夫さんの最新の判決、袴田巌さんの判決があります。最新の判決があります。これは無罪と出るように、そして問題はやっぱり刑事訴訟法を改正し、いわゆる再審法をきっちり作るべきだというふうに考えています。証拠開示をきちっと条文に入れること、そして検察官の抗告はこれは禁止すること。なぜならば袴田巌さんの再審事件は静岡地裁が再審開始を決定しても検察官が抗告をし続けた結果、10年近く月日が流れました。袴田巌さんも本当にもう高齢です。ですから本当になんとか明日判決で再審無罪と思いますが、この再審無罪になりますようにということと、それと同時に社民党は再審法の改正、正確に言えば刑事訴訟法の改正という形になりますが、再審法の改正が実現できるようこれは全力を挙げてやっていきたいと考えています。
頑張ってやっていきます。また人質司法の問題についても一つずつ解決していく、保釈の問題や弁護人立ち会いの問題などを含め大河原加工機事件などの事件が起きています。ですから最新法の改正と人質司法の解消のために、人質司法を解決するために、この改革のために社民党は政治の場面で全力を挙げていきます。それから中国新州での小学生の殺害事件について申し上げます。亡くなってしまったこの小学生に対して本当に哀悼の意を表します。またご家族の皆さんの心痛はいかばかりかと本当に思います。そのことに心からお見舞いを申し上げます。そして、この事件の原因、理由、背景などについてまだほとんど分かっておりません。これについては二度とこのようなことがないように再犯防止も本当に必要ですから、中国側がやはりこの事件の原因、背景など、そして再発防止も含め説明をするべきだというふうに考えています。そのことを社民党はしっかり言っていきたいと考えています。で、臨時国会が10月1日に召集をされ、そこで首班指名が行われる予定です。でもその後ですね、所信表明、代表質問とか続くと思うんですが、社民党はしっかり所信表明に対する代表質問、それからその後の予算委員会での質疑をしっかりやるべきだと考えています。その新しく発足した内閣が、残念ながら自民党の政権ですが、新しく発足した政権が何をやっていくのか、どういう立場でどういう政策をやっていくのか、しっかり国会の中で明らかにすべきです。今総裁選の最中ですが、テレビの討論番組でやっているのは、それはテレビの討論番組、新聞紙上の討論番組です。じゃなくて、これ国会ですから、国会の中で新しく総理になった人、それからその内閣自身がどういう政治をやっていくのか、裏金問題や統一教会問題の解決をちゃんとやるんですね、ここまで荒廃した雇用の問題などを解決していくんですね、総裁選で挙げた公約はどうするんですか、それから憲法改正やするのは問題ではないですかということなど、しっかり論戦をしていかなければなりません。これは予算委員会を開くべきだということを強く記者会見で申し上げます。先ほども申し上げました、能登半島における豪雨災害、これを放置して言い訳はありません。しっかり予算委員会開いて補正予算を組んで、しっかり対応する、そして安心してもらう道筋を示して、県にもちゃんと示し、避難してらっしゃる皆さんにもきちっと示していく、そのことをやるべきですから、国会の意思としても予算委員会開いてやるべきです。それから私自身も議員連盟、優生保護法化における強制不妊手術を考える議員連盟の事務局長として、超党派で法案をまとめつつあります。未定稿あるいは法案がもう出てくる予定です。でこれはですね、もう一刻もいとまがない、もうこれは原告以外の皆さんを、原告もですが皆さんを本当に、謝罪し、それから保証金を支給するという中身です。見舞い金、中絶の場合は慰謝金ですけれども、これはもう一刻も早くやるべきです。ご本人たちは、被害に遭われた皆さんたちはもう高齢になっていますから、一刻も早くと思っております。で、最高裁の判決が出て、そして立法そのものが、戦後すぐにできた優生保護法が憲法違反だと、憲法14条と憲法13条に反したということを言っているわけです。だとしたら、やっぱりこれは国会がまずこの違憲だった優生保護法のもとに、優生保護法を作ったという、そのことから言ってもですね、行政がその後執行するわけですが、この国会、臨時国会でその保障法案を何としても成立させるべきだと考えています。そして衆参の本会議で
これは何と言っても国会が全会一致で成立をさせた、戦後間もなく臨時国会、あ、ごめんなさい、議員立法で成立させたという、違憲の法律を成立させたという責任が国会にあるわけです。ですが何が問題だったのか、謝罪とそれからこれからの決意を含めて国会決議を衆議院参議院で出すべきだと考えています。これはもうあの最高裁の判決があの出ましたから、国会がすぐやはりやるべきことで、これは臨時国会で何としても成立をさせるべきだと考えています。ですから、もうあの新総裁が決まったらボロが出ないうちにとっとと衆議院選挙っていうのは許されません。きちっと議論する、そして成立させるべき法案、とりわけ社民党はその優生保護法化における強制不妊手術を考える議員連盟で作っている保障法案ですが、と決議案ですね、国会での。これは臨時国会でしっかり成立させ、決議もしっかり出すべきだと考えています。それは強く申し上げたいと思っています。で、統一教会問題、安倍元総理との面談やさまざまなことが出ておりますが、国会での議論は、まあ、国会今閉会中ですから一切ありません。ですからしっかり議論をすべきだと思っています。能登半島における豪雨大災害、それから優生保護法化における強制不妊手術等に対する保障法案についての成立をすべきだという観点から、しっかり臨時国会やるべきだということを申し上げます。以上です。それとすいません、お手元にお配りしておりますが、小選挙区比例代表候補者の公認内定について第12次です。で、北関東ブロックで新人の土屋香織さんが、北関東ブロック比例で決定をいたしました。1968年生まれの方で、そして看護師さんの資格を準看護師として今働いていらっしゃいます。介護予防運動指導員でもあり、ケアを社会の真ん中に、ケアを社会の中心に据えるということを掲げている社民党として、本当に素晴らしい女性の予定候補だと考えています。これで社民党の公認内定は小選挙区で10名、そして比例代表が6名ということで16名になりました。全員当選目指して社民党頑張っていきます。はい、以上です。お願いします。質問があればぜひどうぞ。じゃあ、はい、共同通信の清水さん、冒頭発言の中で立憲民主党の新体制について、はい、政策に懸念を持っている面があるという発言があったんですが、これは野田さんが代表選で訴えていたことも踏まえてということだと思うんですけど、その昨日あった人事も踏まえてもやっぱりそういうふうな印象を持っているということです。つまりその人事の、まあ、評価も含めて、まあ、人事はそれは野田さんがおやりになったことでですが、まあ今後どのような方をどのような夫人にするかですが、やはり憲法改正や、まあ、安保関連法、戦争法の立ち位置や、それから原発政策などどうなっていくのか、まあ、懸念があります。ですからしっかり話し合い、あるいは働きかけて、その懸念が払拭されるようにと思います。それから選挙協力について言えば、社民党は日本維新の会との選挙協力は連携はありえないというふうに考えています。というのは、日本維新の会の選挙協力や連携については明確に反対です。それは新自由主義と憲法改正、私たちはやる勢力とは私たちはやるべきでないというふうに考えておりまして、自民党政権を変えたいんです。自民党政権を変えたい、戦争に突き進み憲法改正やろうとし、大企業の利潤追求しかやらない新自由主義の自民党政権は国民のためにならないから、これを変えたいと思っています。ですから維新の会との選挙協力というのは、問題があると考えています。反対です。関連で昨日野田さんは維新、国民、共産党幹部の方をお会いしたんですけれども、はい、福島さんご自身は
直接お会いする機会とか。そうです、私は実は去年、昨日まで地方に行っておりましたので、はい、また話をする機会あると思います。今調整中です。はい、はいはい、はい、今はおそらく衆議院選挙のもう目前で、どこももう野党共闘で走っておりますので、ですから、まあ、それで、まあ、頑張って、社民党の議席も増やし、そして、まあ、野党連携を強める立場で、まあ、社民党はやっていきたいと考えております。まあ、それはですからまだ未来、将来のことです。欲しいでしょうか。はい、じゃあ終わります。ありがとうございます。